重さを使って沈めていくイメージで、理想の形で仕掛けを動かして川はぎ表面にかかるぐらい重みを感じながら、じわタイミングでシュッと合わせます。起きましたね。ほい。ゼロテンションは非常に強い武器になりますので、出た出た、あ今フルフルって出たの、イグイあたりをメカンドとして出してくれるんで、バラシについてはこんな感じで、おもう食ってるもう食ってるもう食ってる。僕の釣りは主に周期の釣りがメインですので、今回実況を交えながら解説していきたいと思うんですけれども、まあ、今回大枠はですね、まず潮が重い時、水深が深い時にちょっと固めの竿を使って、重い周期、こちらの L2 ですね、赤い L2 のものを2枚つけて、どちらかというと周期の自重、重さを使って沈めていくイメージで使っていきます。でですね、その次に今度、極端な L1 ですね、今度1号のものを3つ使っているもの、こちらを、浅場想定で、まあ、比較的調子の柔らかい竿を使って、周期が潮を受けて流れるような、先ほどは自重で落ちていくような釣りをしますって言ったんですけど、こちらの L1 の方では潮受けをして仕掛け全体を流して、カーブを描いて、当たりを取って釣りに行くような釣りを、展開していこうと思います。折を見て間に L1.5 号、こちらはどちらの中間速に対応できますので、まあ、今回はあえて L1.5 は使わずに、こちらの極端な2つを使って実践していきます。今回はですね、上に L2 の周期を2枚、2号の周期を2枚ですね、打った状態からスタートしていきます。タックルはですね、メタリアカワハギの MHH の175を使って今回はやってみます。この竿はですね、比較的、まあ腰が張りがある竿で、穂先までしっかり潮が重い時だったり、なかなかこう仕掛けをうまく動かせないような状況、深場だったりっていうところでもしっかりとこのバットを使ってかけていける、仕掛けを動かしていける竿なので、まあ重い周期をつけててもしっかりと仕掛けを動かして魚に対してアプローチできるっていう理由で、今回この竿を選んで釣っていきたいと思います。はい、今着底しましたね。着底したらまず、重い周期が2枚上についているので、まあ、重りを跳ね上げるような形でこう一瞬たるんだ仕掛けをこう跳ね上げて、周期がこうふわふわっと動いているような状態ですね。これをまあ大体5回から10回ぐらい繰り返して、周期が重いので一回こうふわっと沈めて落としてあげるようなイメージですね。でそれをゆっくり戻してきて張ったところで魚が食っていれば、穂先にカツカツっと当たりの変化が出ているような、そんな釣り方を今基本的に実践してますね。まあ、大体5秒から7秒ぐらいですね、誘って止めて当たりを見るっていうことをしたら、必ず下の重りを一回離してあげてください。そうしないとどん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 船が前に進んでったり後ろに戻ってったりする中で、自分の仕掛けだけが置き去りになっちゃうので、そうすると他の人とのお祭りの原因になって、周期が潮受けをするので、より他の人のところに仕掛けが流れていっちゃうような状況になるので、そう一回仕掛けを切ることによってまた新しい場所に仕掛けが入りますので、まあ、魚も別の魚にアプローチできたりとか、広範囲に探るっていうことにもなりますので、周期の重さをこうどん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 ゼロテンションに張る方向に近づけていくときに、魚が加えているとふわふわふわっと竿先に魚の重さが乗りますので、その違和感を感じて掛けに行くっていう釣りになるので、結構この水深で潮が重かったりとか、なかなか操作性の悪い、合わせが遅れてしまう状況になればなるほど、やっぱり硬い竿、固めの調子っていうところが生きてくると思いますので、まあそういう時はこういう MHH だとか、そういった竿を使っていただくと、かなり周期もレスポンスよく動くし、合わせも決まりやすくなると。この周期の釣りの利点なんですけど、他のゼロテンションとかでこう例えばですけど当たりを待って釣りとはまた違って、自分からこう大胆に餌を動かして誘って釣りになるので、パターンが変な話合ってしまえば自分だけ入れ食いになる可能性もある釣り方で、かつ魚のやる気をこっちから上げてあげて主導してこう魚に入ってきてもらう、食いを良くする誘いを見つける釣りなので、なかなかこうパターンが連続性があったりとか、あと潮加減だったり水深だったり、その状況に合わせて誘い方を早くしたり遅くしたりすることによって
まあ、当たりの出方が変わる。変な話、本当に誘いが合ってる時はもう向こうから勝手にかかってしまうぐらいの当たりが出たりだとか、逆に誘いがあんまり合ってないと自分だけ小さい当たりになってしまったりっていう、その両面性もあるので、そこを楽しんでいただける釣りだと思いますね。今当たってましたね。いいっすね。やっぱりレスポンスのいい竿なんで合わせ遅れたりしないですよね。はい、バッチリっすね。ちゃんと魚も吸い込んで針も中入ってますね。続いてはですね、L1 の1号のピラピラ周期3枚をつけた釣りになります。さっきの L2 の釣り、2号を2枚つけた釣りとは違って、比較的 軽い1号のものを3つつけているので、まあ、風になびくのを見てもらうと分かると思うんですけど、比較的潮にもなびきやすくて潮を受けやすい。でこう軽い周期なので、さっきの周期とは全く違う動き、同じような竿の動かし方でも全く違う動きが演出できるので、今度はこのタックルセッティングでやってみます。ちなみに竿は、メタリアのカワハギの M の175にチェンジしてます。先ほどの L2 を使った時と同じように、まずは重りトントンですね。下重りから浮かせて仕掛け全体を揺らす誘いで、これからまた今度は上の周期だけを揺らす釣りなんですけども、さっき L2 を使ってる時と L1 を使ってる時だと、これもう潮感になってくるんですけど、まあもちろん周期が軽い分潮を受けやすいので、あんまり先ほど落下する感覚がなくて、どちらかというとこう潮に対してふわーっとカーブを描くようにして仕掛けが落ちていきますね。なので、比較的この調子の柔らかい、M の175を使うことによって、そのカーブ、潮に対してこう周期が押されてカーブができているっていうことは、実はたるませているようでたるんでない状況を作ることができます。そうするとこの穂先の柔らかい竿を使うと、たるませている間にも糸が浮きのような役目を果たして、ガイドがこう微妙に揺れたりする重さの変化っていうのをより感じ取りやすくなるので、軽い周期の時はなるべく穂先の柔らかい竿を使った方が僕は操作に向いてるんじゃないかなと思ってます。今の誘いをですね、もう一度やってみますね。で先ほどの MHH よりも M の方が竿全体が柔らかい調子になっているので、結構激しめに動いているようで、先ほどの MHH と同じ動きをしても下の仕掛けはあまり動いていない状態になります。それをあえて作ることによって、こう仕掛けの変化、誘いの変化で餌がどう動くかっていうところも変えられるので、これをこう、まあ、体感ではあるんですけど、得得することによって誘いのバリエーションだったり、あとはなかなか吸い込まない魚に対して違うアプローチで誘いができるので、非常に有効な手立てになってますね。あとは浅場で比較的操作が楽、ラグがあんまりないような時は、まあ、柔らかい竿を使った方がより繊細な誘いができるので、まあ、そういった差別化もしながら当たりを感じて釣り分けていく、釣り方を変えていくっていうところが、まあ、カワハギ釣りの一つ面白いポイントでもあるので、まあ一見同じように動かしているように見えますけど、まあ、当たりが出てからどういうふうにヒッティングに持ち込むかとか、そういったところが非常に、まあ、竿を使い分けることで、周期を使い分けることで釣れ方、釣り方に変化が出てくるので、とっても面白いですね。はい、まあ、こんな感じでね、周期の使い分けと、まあ、それに応じて竿を変えていくことで、まあ、適材適所に動かしやすい、自分の動く理想の形で仕掛けを動かしてカワハギにアプローチすることで、バッチリね、いい張りがかりでカワハギを釣り続けることができると思います。基本的な仕掛けのセッティングとしましては、まあ、周期があって、まあ、これは L1 の時も L2 の時も L1.5 の時も全く同じなんですけど、まあ、大体上が最初の針までが40センチから60センチですね。で、その下が大体15センチぐらい空いてて、2番目と3番目の針の間が、まあ、同じぐらいですかね、15から12センチで、下が大体11センチぐらい、10センチないぐらいのセッティングにしてますね。まあ、この仕掛けにすることによって周期の動きを出した時に、あんまり仕掛けがそれに触れない、あんまり影響を大きく受けないので、まあ極端な話、潮に受けさせてカーブを作ったとしても、まあ、そこまで餌自体が逆に動かないので、まあ、自分が動かしすぎぐらいでちょうど餌が動くようなセッティングにしてます。
で針としては、まあ、上と下にスピードの 7.5 号で真ん中にネオフックの4号を入れて、まあ、どちらの針でどれぐらい釣れるかなって傾向に合わせて、針をハゲ針を2にしたりスピード計を2にしたりっていうところで調整してます。今回、アドミラがリニューアルをされまして、マグネットブレーキが、搭載されたものになっております。周期だったり重い中重りをつけてのキャストだったり、そういった時に、バックラッシュの心配がこれまでのリールだと結構皆さん懸念される方も多いと思うんですけど、今回このマグブレーキがついたことによって、まあ、実際にキャストしてみますと、完全にスプールから指を離した状態でフルキャストしても着水しても全く糸がバックラッシュしないようになってますね。でこちらなんですけども、本来発売されているものは 8.1 のものになるんですけど、まあ、SLP の方に出していただければ 7.1 だったりギア比を落とすこともできます。なので、まあ、釣り物に応じてお好みのギア比に調整することもできるのでぜひ買ってみてください。まず最初にですね、スーパーとか市場で買ってきたアサリを、前日ならその日に剥いた剥き汁に入れてですね、現場に持ち込みで、前日に剥けないもう少し前に剥くときは剥いたものを飽和食塩水につけて現場に持ち込みます。これが剥いて持ち込んだアサリです。で少しずつザルに開けて、これ一気に開けると傷んだりしちゃうんで、また調整が効かなくなってしまうんで、少し取り出したらまたクーラーに戻します。ザルに開けてからこのアミノソルト激うまで少しずつ調整します。だいたい表面にかかるぐらいかけたらこれを混ぜていきます。それで少し経ってからですね、キッチンペーパーや紙ウエスなどでここに広げていきます。この水分を取って、これで水分取ることによって少しぬめりとか取れて貼り付けも楽になります。今日私が使っている竿はメタリアカワハギ MH175AGS です。今日それで使っている仕掛けなんですけども、MV 仕掛けを使ってます。下から、大体10センチ、12センチ、15センチの上が30センチぐらい取ってますね。その上にピラピラ周期を使ってます。今日はちょっとピラピラ周期の釣りを展開したいと思います。で一番下にですね、カワハギ船シンカー SRV 新しく出たこのラトル入りのシンカーなんですけども、ステンレスの缶と大型ラトルでかなり音が大きくなって広範囲のカワハギにアピールしてくれると思います。最初に重りが着生してから周期を揺すって、周期を寝かしていきます。そこからその日の潮の流れとかカワハギの捕食スピードに合わせてシュッと引き上げます。周期を揺すって寝かしていきます。で着底してタイミングでシュッと合わせます。お、来ましたね。タイミングバッチリでしたね。おいでした。この引き上げるタイミングっていうのは最初は3秒、1、2、3で引き上げたり、それでかかんなかったら長くしたり、取られちゃうようだったら短くしたり、そんな感じでやっていただけるといいかと思います。でパターン2は同じように着底したら揺すって周期を寝かしていって、ここからタイミングではなく周期だけの重みを感じながらじわーっとゼロトンの位置まで、この間に出るあたりっていうのは手感じゃなくて竿先にメカンドでふわふわっていうようなあたりが出るので、そのあたりが出たらかけに行きます。
揺すって送って沈めてきます。そこに着いたら周期だけの重みを感じて、あ、来ましたね。今ちょっと震えたの分かりましたかね。私のこの巻き方なんですけど、グリップエンドを肘から外してカワハギの引きをいなすために外してます。で、最近柔らかい竿とか使うときはバラシが多いので肘は抜かないようにしてます。硬い竿の時はこっち。そうですね、硬いときはグリップエンドを抜いてバレ防止にしてます。手に来る感度じゃないんですけど、目で見える当たりが出ます。今の釣り方は聞き始めてちょっとしてからもうふわふわっていう当たり、はい、ここで合わせる、はい。で、パターン3なんですけども、ちょっと仕掛けを変更してですね、この今 MV 仕掛けを使ってるので、これがすごく便利でして、この感覚をですね全部均等にします。で、均等にすることによって周期を揺すると全体の動きが良く、周期だけを張るか張らないところのギリギリのところで周期をずっと振り続けます。もし周期の振りが早いときは下の針に振って、遅いときは一番上の針に来る。で、真ん中に食うのが理想で、それが最も捕食スピードに合っているから真ん中に食わせるような感覚で振ります。3番目の誘いは今度は周期をここの張らないところ、張るか張らないところでずっと揺すり続けます。で、この時に出るあたりというのは向こうから持っていくあたりとか、振ってる周期の 重さの中で振ってる時に重くなってきます。そしたら引き上げる。張らず緩めず。あ、ちょっと重りの重さの変化聞いてみます。お、来ましたね。今は揺すってる中で向こうからは持っていきませんでしたけども、少し重くなった感じがしたので引き合わせたら乗りました。はい、来ました。あ、1個やられてますけど真ん中バッチリにかかってます。アミノソルト激うまを追い塩して混ぜます。次の兆候が決まってなかったり長期保存する場合はこの状態で持ち帰り冷凍庫などで保管します。もし1週間後とか近いところに兆候がある場合はこれをキッチンペーパーに重ならないように並べていきます。で、広げたらこれをペーパーでくるんでいきます。この状態になったものをジップロックなどのビニールに入れて1週間程度ならチルド室で保管してまた使います。どうやったらね、こう波のある時でもピタッとゼロテンションが、ね、できるのっていう質問ねよく受けるんですよね。で、船はこうポイントの真上に連れてってくれますけど揺れちゃうのがデメリットなんで、あたかもこう堤防にいるような仕掛けの止め方ができれば他の釣り師たちよりもアドバンテージが高いっていうところで、僕のねゼロテンションの仕方どんな風にやってるのかなっていうのをちょっとお伝えしたいなと思います。で、まずですね、パーミング、こういう形で僕はリールを持ちます。中指に
リールをつけた竿の重心あたりを置いて包み込むような感じで、船は上下しますので、船がグッと上がった時、上がった時は竿を下げてあげなきゃいけない。竿を下げてあげなきゃいけない時はパーミングを緩くして勝手に持ってかせるようにしてあげる。逆に船が下がった時はロッドを上げてあげなくちゃいけないんで、その時ハンドルはねこう巻きますけど逆転しないですね。逆転しないのを利用してこれで竿を上げてあげる。やってみると今かなりね揺れてる状況なんですけども、これで先がピタッと止まってる状態、こう揺れてる船でもこの状態を作ってあげる。こう揺れてもほぼ同じ曲がりをキープしてあげる。止めてるとこうなっちゃうんで、これだともう小さいあたりがわからないですよね。まあロッドの重心、まあ、フォアキャップあたりに中指を置いて包み込むように、船がグッと上がったらパーミングを緩くしてあげる。逆に船が下がってロッドを持ち上げなきゃいけないときはリールの逆転しないのを利用してこれで持ち上げてあげる。それで揺れてる船でもこうピタッと穂先が、柔らかい穂先でもこう止まってるような、そういった状況を作り出してあげる。皆さんも最初こう自転車って乗れないですよね。でも一生懸命漕いだり走ったりしてるうちに乗れるようになる。ゼロテンションも例えば200キロのバーベル上げろとかそういうことではなくてコツなので、練習していくうちに上手くなります。当たりも出てくるようになります。僕も最初は全然できませんでした。ゼロテンションは非常に強い武器になりますので、船釣りやる方は覚えておいて絶対損はない、得なことしかないので、ぜひねマスターしていただきたいかなと思います。それではですね、ちょっとねこの新しいロッド、レッドチューン AGS-NMC、 これでね釣ってみたいと思います。で今回ね仕掛けのコンセプトは、まあ下に SH 快適進化 SH をつけて、まあゼロ点でのこう触れ当たり大きくする意味で、まあ、この進化採用してるんですけども、あとはね、まあ、普通の胴付きの3本針ですね。ハリスは7センチでハリはスピードの7号で、上にねちょっとね多めにシンカーつけました。っていうのはシンカーをつけてこうたるませて弾くような誘いを試みてます。それで2個だとね40メートルを過ぎるとちょっと、2個で2号なんですけど、ちょっと動きがかったるい感じなんでもう1個足してみました。うん、ではこういった動きで、まあ周期を動かす代わりに僕はこうひらひらスカートを、動かして、まあ、水深もあるんで夜行タイプのがアピールするかなと思ってセッティングしてみました。うん、こんな感じのね仕掛けでちょっとね釣ってみたいと思います。根がかりがねあまりないポイントなんで軽くキャストしてちょっとね前方を探ってみます。着底しました。着底したら、まあ、とりあえず仕掛けを揺すってあげる。ひらひらスカートが大きく揺れてる感じで、先ほどご説明したたるませて張る、弾くような動き、それを、10回ぐらい繰り返したらゼロテンションでストップ。これで食いに来るあたりを見つける。今ちょっと船動いちゃいます。で、当たりがなければちょっと仕切り直し、船も動くんで仕掛けの位置をずらして同じ動作ですね。ひらひらスカートがふわふわ揺れてる、それをカワハギが見てる、そういった動かし方をして、まあ寄ってきたカワハギを今度は餌を食べさせるためにステイの時間を作ってあげる。風の中でもあんまり穂先は揺れてない。今微細な当たり来ましたね。フルフルって当たりちょっと見逃してっていうのは、この前の流しでね綿だけ肝だけ取られるんですね。なんで食いが浅いと判断して当たったんだけど半呼吸ぐらい今置いて合わせに行ってみました。よいしょ、うーんしょっと
小さいあたりをね大きく出してくれるんで、うん、でこの風の中でも穂先触れないんでかなり強い武器になってますね。遠くから夜行のスカートが揺れているのをカワギが見て寄ってきて今餌を食べられない食べられない食べられないでお預けしてそこでストップで0点で当たり今当たり出てますね。ほらフルフルっとほらほら来ました。今ちょうどもうひらひらスカートに魅了されて寄ってきたカワハギが食べたい食べたいでも動いてるから食べられない食べられない、そこでピタッとストップしてあげるとまあこんだけ風吹いてますけど、うん、スーパーメタルトップがフルフルってこうイグイしてカワハギがこう頭を振るあたりですね、そういったのをこう捉えてかけに行きました。よいしょ、うん、これは一発目のあたりですね。あと2個餌きれいに残ってて、で今回ね僕が使ってるロッドはまあダイワの今年のフラッグシップモデルの、AGS-NMC ってなんだろうっていうところなんですけども、ネオマイクロセンシティブっていう、まあ、意味なんですが、それをね竿の性能に訳すと、まあ、微細な小さなあたりを、まあ、大きく出してくれるそんなねロッドに仕上がってます。ひらひらスカートを揺すってあげてストップ出た出た、あ今フルフルって出たの捉えられましたかね思い描いた通りに当たりを出してくれるロッド、よいしょおよいしょよいしょお上の針に来ましたね。うん、なんでねゼロテンションでもね当たり結構出してくれるんですけども、逆にその重りを宙に切った時もイグイ当たりをメカンドとして出してくれるんで、まあ今年僕的にはもう常に4番バッタースタメンのロッドですね。やっぱり僕もいろいろ釣り教室やってると非常にこのバラシについては質問めちゃくちゃ多くて、まあ、いつもアドバイスしてるのが大きくは僕3つあって、例えば一番下の針バラしました、例えばスピードのパワースピードの7でしたって言った時に針の大きさを変えるのが一つあります。大概やっぱりバラシ多い時はもう1個大きい 7.5 に変えてあげる、 7.5 を使ってたら8を使ってあげるっていうのが一つ、あともう1個は針の形を変える、吐き出されやすい形状っていうのがやっぱりその時の潮回りとかであるみたいなんですよね。そうすると逆にハゲ針系、例えば今で言うと僕はネオフックの4号あたりを変えてみる、でもう1個はですね、自分はとりあえずバラしてもいいからガンガン負けって言ってます。これ結構皆さんも経験あると思うんですけど、一回バラすと次なんかカカカって叩かれるとおおって手結構止まってません？針先が歯に乗っかってるとそこで止めるとやっぱりパッてそこでバレちゃうんですよね。それを逆に叩かれてもしっかり巻いちゃう、もう巻き切っちゃう、これで結構ね効きます。で精神的にもこれで1枚釣る、まあ、でバレることもあるんですけど1枚釣れたらもう全然気持ちに余裕が出ちゃって次からバラさなくなったりすることが多いです。だから僕は大きく3つ、針のサイズアップ、針の形状をスピードだったらフック、フック系だったらスピード系に変えてあげる、まあその時に針のサイズをちょっといじってもいいと思います。あとはかけた時にしっかり巻いてやる、僕だから比較的硬い竿よりもこういった釣り方もそうなんですけど柔らかめのソフトな竿でしっかり巻くことで
竿が仕事してくれるので、そこでバラシだったり針折れも針が折れたり伸びたりっていうのも緩和してくれたりするので、タックルはですね、ロッドは、メタリアの、カワハギの S の MH ということで、このシリーズ4シリーズ SMH と M、MH、MHH と4タイプあるんですけれども、その中では一番最も柔らかいモデル、非常にメタルトップで最先端柔らかくて、ほもちからもぐーっと入ってくる、まあ、僕が得意としている SF 調法、ちょい中で揺らしながら誘いがけを違和感なく餌を食わせて誘いがけする SF 調法に非常に最適なロッドになっていると思います。で、SF と比べてもちょっとほもちが強めになってますので、30号の重りでも、今日結構水深深いんですけれども、深いところでもしっかり誘えるというところで、まあ、個人的には SF の相棒ということで、非常に、実力を発揮してくれるいい相棒になってるなと思っております。で、仕掛けの方はですね、基本僕やっぱり感度重視の釣りをしたいということで、一番短い仕掛け、こんな感じでですね、快適仕掛けの極寒、一番短いタイプの仕掛けを使ってますね。それをさらに逆付けすることで、もう重りのすぐ下に餌が来るような形のセッティングになってます。そして針は基本8センチか10センチ、今、結構当たりが頻繁に出るんですけど、ちょっと水深があるので通常10センチメインなんですけど、8センチも1本混ぜてます。スピードの 7.5 とパワースピードの7、まあ、魚のサイズも結構ね、小さいのから大きいのまで混ざってるので、こんな感じで針はパワースピードの7号とスピードの 7.5 号、これを混ぜて使ってます。今結構活性高くて中で釣れてるんですけども、誘い下げてゼロ点でちょっとたるませたいなっていう時もあるかなということで、1号のワンタッチ進化をつけています。こんな感じでやってみたいと思います。基本 SF 調法というのはおさらいしますと、まずキャストします。キャストしてまずは広い範囲、広範囲からカワハギを寄せてくる。着底しました。着底したら1回持ち上げてトン。これ2回ぐらいしっかり持ち上げてあげることで糸のたるみをね取ってます。そして重りトン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 で寝歩きさせて、船下に来たら持ち上げてゆっくりこう揺らしながら誘い下げていく。重りは海底につけずにギリギリつくかつかない。お、当たった当たった。おら来た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 。おら来た。こんな感じで魚がいれば本当に早い。で、結局重りをつけたタルマサ系の釣りっていうのはどうしても当たりが遅くなっちゃうんですよね。で、このちょい中の釣りっていうのは重りを海底から切ってますから。おしょう、ナイス。ちょっとサイズ小さいですけどね。1枚目釣れました。こんな感じで、おお、もう食ってる、もう食ってる、もう食ってる。で、これ必ずしっかりある程度しっかり巻いてあげる。柔らかい竿の場合はある程度竿が仕事してくれますから、しっかり巻いてあげれば、逆に針乗っかってる時も針先がずれてしっかりかかってくれる可能性が高いですから、自分はそんな感じで巻いてます。おー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 、見事見事、ダブルダブル。今回僕今使ってる重りがですね、船シンカーの舵型タイプ、これリニューアルになってます今回で。ここに大きな舵がついてるんですけど、これって結局重りがね、ぐる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 回らないように、方向がしっかり決まるように。あと僕ね、重りのシルエットの大きさって結構大事だと思ってて、活性の高い今みたいな時って大きいシルエットでしっかりアピールしてあげた方がカワハギの寄りがいいと思ってます。
逆に渋い時は逆にノーマルタイプの小田原型のものを使ったりもしてます。であと今回ですね、ちょっとなんか気になってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、この穴がちょうどこのいいところに開いてましてですね、実はここに、まあ、スプリットリングで針止めつけるのもいいんですけど、もう小さいスナップサルカンにこのまま糸継ぎが実は結べられるんですね。そうすると特に杭が渋くて魚が浮かないっていう時なんかはもう一番上外しちゃって、この感じで使っていただくのも非常に効果があります。あとね、このリールアドミナがリニューアルされてですね、3つパワーアップしてます。まず1つはリールの感度が上がってます。巻きがすごくシルキー、雑音がねほんとないんですよ。そして2つ目はマグブレーキ、ビヨーンとフルキャストしても爆発しないです、ほぼしないです。で20段階セットができてて、僕は比較的サミングに慣れてるので3ぐらい、一般の方だと5、6ぐらいが最適かなと思うんですけども、そのぐらいでもうフルキャストしてもバックラッシュしないと。そして3つ目がですね、当然ハイパードライブデザイン、1つ目のハイパードライブデザインに加えて UTD アルティメットドラグプラスドラグの体力が 4.5 キロまで上がってます。ノブしっかり締めれて体力上がってます。で100ミリのハンドルがついてる、かなりパワーアップしてるので、正直カワハギ釣りはもちろんのこと、まあ、ライトアジであったりヒラメであったり、まあ、状況的には浅場だったら天立ちあたりまでやれる、もうこれ一台で自分のライトゲームの釣りはほぼカバーできちゃうかなというリールに仕上がってると思います。あとね、このピカピカのね綺麗な後期の外観もう最高ですね。特にレッドチューンシリーズあたりにはもうベストマッチだし、もうこれ以上のリールはないなと思ってます。やっぱバラシが圧倒的にこの宙吊りっていうのは少なくなるんですよね。当然重りをつけて餌を止めてあげた方がカワハギは食いやすいです。おちゃん、こんな感じである程度しっかり巻いてあげる、ここまで来てればもう安心ですね。あとはもうゆっくり巻いてあげればいいだけなんで、最初の時にある程度しっかり巻いてあげる、これをぜひ実践してみてください。はい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 、よっしゃー、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画も面白いらしいけ、皆さんチャンネル登録もしとってねー。